はい、どうもよろしくお願いします。お願いします。はい、始まりました。本日も元気にお届けしていきましょう。月曜オリジンチャンプル、お相手は浮舟のヤンビーとあなたのハートにことぶきパンチ、ということで、始まりましたね。すっきりしない天気が続いておりますけども、寒いね。12月なのにね、はい、雨ばっかり降ってますよ、ね。沖縄雪降らないからね、代わりにね降ってるってことですかね。歯切れ悪いな。寒いからか。寒いから歯切れがちょっと悪いんですけどもね。はい、ということで、はいはい、まあそうですね、もうちょっとツイッターなどでも告知はしているんですけども、もう言っちゃいますか。はい、もう最初で言っときましょうかね。そうですね。今回この月曜オリジンチャンプル、浮舟が担当してたんですけども、本日で最終回ということで、浮舟としてのオリジンチャンプルは最終回でございます。月曜オリジンチャンプルは、先週の月曜日の放送で、浮舟が今年いっぱいで活動終了ということで、解散ということなんですけど、だったのでそれに伴ってもオリジンチャンプルの方も最終回卒業ということで、そうですね。はい。まあ僕らもやる気はあったんですけどね。そうですね。一応当初ね。ね、元浮舟という形でもいいかなとは思ってたんですけどね。まあ我々も新しいステップをね、そうですね、踏み出すための解散ですから、まあ仕方ないですね。新しいことをやるにあたってのということで、そうですね、もうここで一旦区切りをつけようということで、まあ短い間でしたけどね。1年経った8ヶ月か。8ヶ月。大体。今年の4月からスタートだから。8ヶ月か。ちょっと1年欲しかったね。ということで皆さん、はい。今までお聞きくださりありがとうございました。早くないまだよ。まだ1時間ぐらいあるでしょ。50分ぐらいあるでしょ。50分あるか。ちょっと喋りましょうよ。ちょっとだけじゃ喋るか。ちょっとだけ15分ぐらい。ちょっとだけっていうこともないんですけどね。ということでね、もうツイキャスの方も来ていただいてますね。そうですね。ちょっと万代さんがね来てますよ。これ万代さん来たらもう勝ちゲーじゃないですか。勝ちゲーなんだ。負けてたの俺ら。万代さん来たらもう優勝ですよ。あ、そうか。こんにちは、万代さんも。じゃがねもね、お二人皆様こんにちは。アロハで。アロハですね。アロハです。じゃがねさんだけ俺らとノリが違うんですけども。若干ね水曜日を引きずってる感じがしますけどね。でもまあありがとうございます。ということでね、旧具しかしの俺さんも。あれ、ことぶきがいる。こんにちは、初見です。ということで。俺8ヶ月ずっとついてきてると思われてんの。ヤンビーに違うよ、自主的に来てますからね。ということで、リカさんも来てる。懐かしい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 って、一応今年は合ってるからね。合ってるけど懐かしくない。なんか懐かしくないですね。浮舟だなということで、ありがとうございます。元マネージャーのリカさんですね。いや、いろんな人ねやっぱ来てくれたら嬉しいですね。最後なんかせめてね、こんなして聞いてくれるっていうことでありがたいです、本当に。どうですか、この8ヶ月振り返って。初ラジオレギュラーじゃないですか。言ったら浮舟の唯一のレギュラー番組でしたね。でも本当寂しいっすよ。でも寂しい、でもまあ寂しい反面、月曜の夕方開くんだっていう。空いた時間でなんかできることも増えるのかなとか、まあまたこれはこれで思ったりはするかな。もうそんぐらい前向きに捉えないとね。そうね。まあなんなら僕が月曜の配信もやってるじゃないですかね。 YouTube 配信、これになんか割く準備時間が増えるかなとかも思ったりしますけどね。でも多分お前のことだからギリギリまでバイト入れるんだろうな。でしょうね。どうせギリギリまで UberEats してるだろうな、きっとな。ちょっとね、いい議題が来まして。何ですか。じゃが姉さんが昨日の夜は何見ましたと。昨日の夜といえば、かなりねコンテンツが充実してたと思うんですけども、テレビ番組見ました。見ましたか。テレビ千鳥かい。夜すぎる。夜すぎるわ。そう多分ね、おそらく7時頃のお話をしてると思います。見てましたよ、M-1 グランプリ。見ましたよね。やっぱ見るよね。敗者復活からずっと見てましたよ。もう昼から見てるじゃないですか。もう俺はなんだったら3時からずっと見てるから。なんだったら敗者復活の抽選会も配信で見てたからね。おお、すげえ。あ、じゃああれ、まあ、生でというかリアルタイムで見たんですか？ランジャタイさんがなんちゃんを弾く瞬間。見てた。番号じゃなくてなんちゃん弾く瞬間。ましたけどね、まあそんなのもあって、まあ、やっぱそう昨日はね、うん、M-1 グランプリがあって、そうですね、マジカルラブリーさんが優勝しましたね。優勝しましたね。すごかったな。いやー、やばかったっすね、あれは。めっちゃ笑ったけどね。面白すぎたな、本当にあれは。いやー、なんならもう僕は、うん、その後の配信まで、あー、もうずっと追っかけて見てましたよ。そっか。そうそうそう、打ち上げ反省会みたいなのをネットで配信するんですけど、それまで見て、なんなら今日ちょっとなぜか早く起きてしまったんですよ。うん、はい。そんな夜更かし、まあ、1時2時頃まで起きてたのに、はい、5時頃に起きてで、その朝の情報番組で、そのマジラブさんがネタするのまで見て、なるほど、ほぼ同じスケジュールを今たどってまして、若干寝不足ですね。気持ち悪いな僕は。若干寝不足気味なんですけどね、でもまあ元気ですよ。うん、お前はそれはネタやってないんだから。そう。俺はネタやってるわけじゃない。ね、多分まあみんなの中で僕は誰々派、これあの人派はいろいろあると思うけど、そうですね、誰が面白かったとかあると思うんですけどね。ほうほうほう。ああ、ジャガネさんバス乗りながらこれ聞いてて、降りるバス停に来てたのにブザーを押し忘れました。どうしてくれるんですか、そういうこと。本当に申し訳ないです。すいません、本当にすいませんでした。そんな真摯に謝る必要があります？ごめんなさい、本当にすいませんでした。そんな謝る必要ありますか？マジですか？大事なことだから。メロボンリーダーさんこんばんは。こんばんは。リカさんもね、終わりは始まりだからね、ラストおりちゃんも楽しんでねって。終わり始まりね、もうすぐ今日が終わるね。ありがとうございます、本当にね。やったな、学校舎の中思い出すな。もうすぐ今日が終わる、もうすぐ今日が終わるね。高校生の時の大会帰りの学校舎の中で誰かが流せばよ、これ。1回戦で惨敗して。1回戦しかも、俺なんかそんな2回戦も行ったことない、ほぼほぼ高校生の時。なんかもっとその強いところで負けた人が聞くような曲だったけど、弱小校でちゃんとそういうの聞いて、それっぽい演出して帰ってた。ちゃんと雰囲気を作って、ね、大事にして帰ってったわけですね。そうそうそう。西崎のね、体育館で。はい。西崎の体、西崎？ああ、西崎か。あ、西崎運動公園、なんだっけあっち。運動公園？あっちの体育館があって、そう、そこで大会があって。ボロカスに負けて、ボロボロに負けて、チームの空気めちゃくちゃ倹約で、当時ね、すっごいなんか倹約だったよ。いや、まあ仕方ないけどな。長谷川さんからね、音声が少し低いなということなんですけども、はい、まあ気分の問題ですか？おそらく。あ、もう終わっちゃうなっていう悲しみがこれはダメですね。これはちょっと切り替えていきましょうと。まあ最後だから、はい、元気にということですね。元気ですよ。だって俺もさっきインフルエンザの予防接種受けてきたんだから。元気なのそれ？元気だから。むしろちょっとだるくなるやつじゃないか。なんかね、痛くもないんです。普通体調悪くなるけどね。そう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 、なるじゃん。痛くもなかったんですよ。それ本当に予防接種か？あれ？俺もしかして届いてない？ワクチン予防接種をニンニク注射打ってない？元気になってるよ。しかもニンニク注射はいいやし、ニンニク注射は別にいい方だよ、これは。なんかね、その全然痛みもないんですよ。そう、俺まだなのよ。まだっていうか、その前受けようと思って電話したら、もう注射ないですと。ない？もうすいません、もう物がないんで、今次いつ届くかまだちょっと未定なのでみたいな言われたから、もうそうまだちょっと打ててないね。俺もそろそろ打たんとだけど。ああ、もうだってただでさえね、そろそろっていうかもう打っとかないとなんだけどね、本当は。本当今からピークなんね。なんか俺もそうさ、最初別の人が受けたその2ヶ月後ぐらいに受けてるんで、全体的に遅れてるのかもね。ああ、なんか一応ね、一時ちょっと若い人とかなんかそういう人は後回しにされるんじゃねえかみたいな話もあったけどね。ああ、やっぱりそう、やっぱこれもあれですか、コロナの影響なのかな。まあね、予防できるものは予防しとかないとってことだ。まあそうね、うん、うん、二重に来たりとかしたら嫌だし、嫌というかね、うん、でまあなんか俺ニュースで見たんですけど、はい、来年6月頃にはコロナのワクチンもなんか一般向けに打てるみたいなことを聞きましたよ。来年6月か。来年6月どうだろうな、まだ先ですけど、はい、もっと活動ができるようになったら最高だよな。そう、今年の振り返ってみるとさ、やっぱ劇場じゃなくて事務所にいることがすごい多かった。そうな今年振り返ると結局そこなんだよな。そこですね。今年振り返ってこの8ヶ月ってことは俺ら年内でこのラジオやってましたからね、うん、そう振り返ってみるとほぼコロナと共に歩んだ。そうね、しゃあないわなそれはコロナと共に歩んで今年のトピックって言って、だから俺本当はね今年年明けてからの、うん、明けましておめでとうございますのやつをやりたかったんだけど。ああやりたかったねやりたかったな。そうだな。ということで今年の目標なんかちょっと言っちゃいましょうかみたいな。わどうですかみたいな我々目標がそれぞれピンになったらそれぞれがあるでしょうからね。ね、うん、そういうのもやっあったけど、今年は今年でね、はいはい、うん、それぞれにトピックがあったけどもうなんか一個ずつぐらい言う、なんかこれ今年特にみたいな。これ今年特に、まあでもいろいろねやっぱ12月入って振り返りつつはありましたからね、うん、じゃあ俺まだ多分ここで言ってないトピックとしては、うん、配信ライブの時に、はい、とんでもないぐらいネタを飛ばしたことがありましたね。自分でも気づかないぐらい飛んだんですよネタっていうかなんかセリフを間違えたというか言い回しをね。そう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 、その言い回しだと次の展開に矛盾が生じてしまうっていう結構大事なセリフをお前が自分なりの言い方に変えてしまってね、お互いちょっとなんかあ次どうなるっけどうなるっけってなってしまったのが、うん、そのまんまネットに配信されたことですかね、うん、あれは恥ずかしかったねいや半分本気で怒ってたし俺。そうなんだよな多分もうこの熱量でぶつけるしかないなと思って、これは無理だなと思ってあったね。多分今も多分アーカイブに残ってると思うけど、残ってると思うんですよ過去のオリジン気象転結の生配信ライブで、なんかね俺の記憶が正しければこの浮き船でそのネタ飛ばしたのこれが初めてなんじゃないかなぐらい。いやちょくちょく実はあるよ。あるかこまごまと あのボケ結局言ってないなみたいな。あまあそれは、うん、お客さんにバレないレベルのやつはあったけど、うん、絶対にバレただろうって思ったのはあれが初めてかもしれないです、ね、バレたというか明かさないといけないぐらい後半にもう次の展開にいけない、ね、そう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 俺とんでもなかったわ本当にね。あれはもう自分でもびっくりしましたからねあれもう何のネタだったかも覚えてないもん俺。あれ記憶から消したすぎて。ああ俺逆にトラウマになりすぎて覚えてるんですけど、あれモノレールですね。ああモノレールのネタかモノレールのネタですね。思い出した思い出した。あれよ本当に本当にもうあの時ばかりはもうさすがの私でもね申し訳なさがすごすぎてもう終始テンションが低かったですね。ただでさえ低いのにあったねもうごめんなさい。定期的に盛大にやらかすよね。やらかすね本当に定期的に面白いぐらいやらかすよね、うん、なんかでもまあ M1 のはもうあれはもう俺もだからなーっていうのはあったけど、今年の M1 の1回戦さっきも話題になかったけど受け入れ1回戦で敗退したんですけど、うん、それの最も大きい要因としてそうですね最後の方の寿ビンタした瞬間、はい、メガネが吹っ飛んだっていう。あー飛んだなあー飛んだ思い出したあれ1年目とかにやってたミスだからな。飛んでた久しぶりになんかああいう審査系のところで漫才やったもんだから、ね、多分変にテンション上がって、うん、威力も上がってメガネが飛んでったっていうね、うん、M1 の1回戦で。そうだそうだ。しかもなんか思い返してみるとそれまで M1 って間仕切りないじゃないですか、うん、ああないないない。その前までの漫才って結構仕切りがあったんだよね。そうそうアクリル板が2人の間になんかその時期にやってた漫才はだいたいアクリルがあるかなんかそうそうそうあるから力加減とかも多分お互い分かってなかったかもしれない。しばらくちょっとビンタをできない時期があったんだよね。できないのよ漫才で、ソーシャルディスタンスで。そう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 。で久しぶりにやったもんだからメガネが本当にストンと綺麗にメガネが舞台の袖の方、その端っこの方まで飛んでってあそこまで飛んでね。なんか過去に1回あったけど、それもまあ、稽古中だったからよかった。そうね、普通の事務所のネタ見せでそういうことがあったぐらいで、本番みたいなところではなかったからな。なかったからね。俺も焦ってから、お前メガネ吹っ飛んでるやしって、そのまんまの事実を伝えた。俺が吹っ飛ばしたんだけどな。俺が言うべきだなと。そうそうそう。だなと思ったけどね、確かにな。で、しかもね、メルボルンリーダーさん、メガネが飛ぶすごいツッコミって言いますけど、1年目の時メガネ飛んでそれが粉砕しました。そうそう、メガネが粉々になりました。そうそうメガネコッパみじになったんですよ。いやでもまあメガネが壊れた、まあそれも僕も悪いんですよ。メガネこのメガネがね、海のロケとかで、海中に落としたりとかもしたんで、劣化が激しかったから長かっただろあれ。8年とか。そう、8年ぐらい使ってたメガネだから、まあ粉砕して叱るべきなんですよ。ただ今回のはそうじゃなかったから、ちゃんと普通に飛んでっただけだから。普通に飛んでったしね、しかもね、俺ね、本当にあなたに申し訳ないなと思ったんですよ。 M1 の1回戦の時、もう時間間違えたんですよ。集合時間だったっけ。俺間違えて、なんか知らんけど、2時だと思ってたんですよ、入りが。でも起きたんが多分1時過ぎ1時半ぐらい。あ、なんかお前結構ギリギリ到着だったな。やばーと思って思い出した。そうそうそう。で俺もその準備の期間もそんなに長く取れないから、もう木の幹のままでその泊まりまで行って、本当にごめん本当にごめんっつって入ってったような記憶があるんです、ただそのギリギリじゃないと入れないっていう、そのなんか力加減も分かんなかったからね。コロナこんなことに力加減もクソもないんだけど、コロナだから、そうギリギリまでその会場に入っちゃいけませんよみたいなことを、そう何組かずつ会場に入って準備してもらって、で終わったらまた次のブロックの人たちとかあったからね。どんぐらい前に着いたらいいのかも分かんなかったし、あんま早すぎてもみたいな。でギリギリで行こうかなと思って時計見てたらもう1時半とかだったから、あっと思って、やべえよお前それ。本当にやばかったですね、あの時は。申し訳ないと思っておりましたけどもね。それでは一旦 CM の方行きましょうかね。あ、もう行きます。もう最後なんで、ちょっとまあもし何かそうですね、あれはメールいただければありがたいです、ということでぜひよろしくお願いいたします。メールアドレスは origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です。少々お待ちください。はい、ということでねこれもね、俺も最初の頃カミカミだったのにね、そうね、言えるようになったんだよ。やりましたね、メールアドレスもね。ではメールの方もよろしくお願いします。ということで一旦 CM です。はい、これからの生活に求められるのはきれいで安心できる空間。カルテックが開発した除菌脱臭機ターンKは、独自の光触媒技術で空気中のウイルスや細菌をしっかり分解除去、カビや匂い成分まで除去し、空気をきれいにします。大切な方へ安心できる環境を。除菌脱臭機ターンKのお求めはフリーダイヤル0120-390-233 またはネクシーズホームページをご覧ください。さあ、お届けしております月曜オリジンチャンプルでございます。ツイキャスもね、いろいろ来てますよ。長谷川さんもリュウジとヤンビ、そしてラジオの前のオーディエンス、グーデンアーベンツでおなじみの初見おじさんですとか、初見おじさん、こういうのももう読めなくなっちゃうぜ。読めなくなっちゃう、寂しい。まあでも長谷川さんには直接、うん、会えるかなと思うんですけどね、旧具志川市の俺さんが、やんびお風呂入ろうとしたら次男坊が入ってきたさ、どうしてくれんだと。はい、僕の責任です全部。絶対思ってない、全部僕の責任です、すみません。そんなね、旧具志川市の俺さんからですかね、はい、差し入れをといただいておりますね。メリークリスマスだよ、うまい棒、うまい棒、イエーイ、ありがとうございます。そうなんですよね、途中から聞いたのかな、あ、違うな、なんか来てたみたいね。あ、来てました、なんからしい、なんかツイッターでさっきちらって見たんだけど、ありがとうございます。じゃあすいません、早速いただきます、いただきながら、はい、お届けしたいと思いますけど、そうですね、ギャンビーのね ASMR 聞きながら、あ、ちょっとね、ちょっとそうですね、音を、はい、ASMR なんかそんなにサクサクはいかなかったの。あ、そう、うん、一応ね、はい、はい、チョコレートがコーティングされてるやつ。あ、そうかそうか。ね、甘くて美味しいやつですよ。安定の美味しいやつ。うん。ありがとうございますということで。具志川市の俺さんがね、二人はチャンプル卒業なのという。はい、卒業です。まあ一旦卒業ですね。今日最終回でございますからね。皆さんと思い出などを語らいながらということで。語らいながら。よろしくお願いいたします。はい。まあそうですね。ちょっとね。先月紹介できなかったメールがあるみたいなんで。先月、はい、ごめん、ちょっと俺分からん。ちょっとね、そちらから先に紹介しましょうかね。先月、はい、お願いします。ごめん、先週だ、ごめん、先週だ、先月じゃなかった、ごめん、先月って言ったんだ、逆によく残ってたなと思ったけど、ほんとね、うん、はいはい、ちょっとね、本当に申し訳ないんですけどもね、はい、いきます。ヤンビーさん、ことぶきパンチさん、はじめまして。はじめまして、はい、スージーと申します。あはい、あ、わかった、わかった、スージーさんだ、わかった、はい、マジですか。先日はO1予選でのありがたいお話ありがとうございました。どういたしまして。11月30放送分の動画拝見しましたと。はい、はい、ひいき目で見てくれる知人ではなく面識のない方、はい、しかも芸人さんに面白かったと、言っていただけるなんてとっても光栄です。あ、俺も思い出したわ、思い出した、はいはいはい。そう、あ、ごめん、最後まで、じゃあ、はい、最後までいきますね、はい、具体的に着眼点を褒めてくださったことめっちゃ嬉しかったです。 ありがとうございました。よかったです。私は48歳の主婦です。はい、元役者ですが、はい、無名のまま若い頃に挫折、県外出身で、県外出身なんですね。県外出身、はい、沖縄に来て16年になりました。なるほど。ここ数年ラジオドラマやコントを書いていまして、あるコミュニティ FM、南城市方面ですで、はい、使っていただいているのですが、はい、背中を押してくださる、方がいたので自分で演じてみましたと。なるほど。はい、表で演じるのは20年以上ぶりです。あ、じゃあもう今回のO1を機にだが初めて、久々。たけしさんが投稿してくださった FEC 主催のお笑い動画の大会にて、はい、FEC 推し、確かにそうですが私は争いが苦手です。ああ、そっか。ヤンビーさんがおっしゃったように関係ないです。敵も味方もないですよね。はい、関係ないです。みんな仲間、仲良くしましょう。はい、仲良く、本当に仲良くしましょう。一回会ってみたいですもん。オリジンと FEC で打倒よ元。おい。どっか倒そうとしてるな。具体的にどっかを倒そうとしてるな。ちょっと不正字になっておりますので、はっきりは申し上げられない。打倒よ元です。はい。なるほどね。はいはいはい。そうなんですよ。このスージーさんっていう方はですね、僕がその先月の放送でO1グランプリの一次予選でお話しされてましたね。そういえばなんかもう全芸人、この全エントリーした人たちのネタが見れる中で、僕がスージーさんっていう女性の方のピンの人がいて、その人なんか面白かったっていうね、お話しされてましたね。そういえばね、アマチュアの方だろうなって話してたら、まあ実際その人が今メール来て、元役者の方だったと。そうで、はい、他の方からの情報でもその FEC さんのこういう動画の、うん、この大会みたいので優勝したのかな、だったっけな、なんか、FEC さんのその高い、その動画の大会で優勝してっていう、なんかおすごい人だってなって、はい、で俺見た目的にまだ20代か言ってまあ、30いかないぐらいだろうなと思ってたら、うん、バリバリの48歳の主婦の方でしたね。見た目詐欺してるなと思って、俺ツイッターで見つけたのよ。あ、ツイッター、あ、予選動画とかではなくね、ツイッターでも見つけて、で、まあそんな感じで、はい、あ、すげえ、こんなして俺ちゃんね聞いてくれてたんだね。ありがてえ。すごいね、こういうつながりも。それをちょっとね、初めましてが最後になってしまうのが申し訳ないですけども、はい。その先ほど名前も挙げていただいたたけしさんが数字さん来たっていうことで、ありがとうございますね。はい、めっちゃ若く見えましたね。確かに。そうですね、聞いてくれてたのに申し訳なかったですね、これはね。はい、ちょっと気になるのが来たんですけども、はい、速報でなんか医療緊急事態宣言発令と、何なんか、あ、もう医療現場が逼迫しているということでしょうね。はい、なるほど。ちょっとまあ具体的な情報があるんだったら、ちょっと大城さんの方からこっちに原稿が回ってくるかとは思うんですけども、はい、そうなのかな、うん、もう急になんか仕事を押し付けたな違うけどなんかその緊急の台風速報とかもう読んだ記憶があるのよ、一回。あ、確かにあったかもね。そう台風のなんか電気会社のお知らせとかを、ね、だからああいう経験も初めてでしたよ。ね、台風を寿パンチが読むっていう。そう俺もなかなかね、やっぱこんなしてラジオでレギュラーやらせてもらってなかったらやってないからね。なかなかこうやってメール読むのもね、うん、非常にありがたいですよ、本当に。あ、樋口川島さん、そう、来週は誰がやるのっていうか、まあ、一応今週で、うん、月曜おりちゃんは単純にもう年内の放送は今日がラスト。年内もそうです。年内の放送は今日がラストなんで、まあどっちにしてもだったんですよね。うん、そうね、最終回ではないけど今日はラストだったんですよ。で、年明けか、年明けの月曜おりちゃんの一発目の放送を誰がやるのかってことだけど、そうね、誰なんだろう、どうなのこれは。あんまりなんか俺らがどう、はい、あの人じゃないこの人じゃないは言わん方がいいのかな。でも正直俺もなんかも聞いてないからね。俺らも全然聞いてないのよ。そうで、っていうかもう最終回って決まったのが先週ぐらいの話だったから、先週そもそもがね。はい、で、今ね、長谷川さんのコメント見たんですけどね、鉄筋ビビンバのことかな、鉄筋やらスシローがやるようになったら責任取れよと来てますけども。なるほど責任取れよということは我々が良かったんですかなのかな。それだったらめちゃくちゃ嬉しいですけどね。ちょっとツンデレだなこれツンデレでしちゃってね。今会見中なんだね。あ、そうか。じゃあまあ詳しいのはちょっとまあ本当に放送終了後ぐらいにはもうにわかるのかな、ネットとかにはなるのかなということで。そうですね。まあそうですね、旧串カツさんのオリジンアワーとかも今週で年内の放送は終了という形ですね。しばらくはちょっとあれかな、過去の放送とか流したりするのかな。来週はそうじゃないですか、再放送でという冬休みという感じでしょうか、形でございますけどもね。はい、メルボルンさん、そうですね、ちょっとベストソーダのコーナーは誰が引き継ぐんだろうか。まずもう聞かないんじゃない下手したらどうだった。じゃあ先週の時点で、浮舟を解散しますっていうのは本人知らなかったわけですよ。本人知らなかったですよ。で、この放送を聞いて、浮舟解散するのって初めて知るわけでしょ。初めて知りました。どうだった？どんなだった？お母さん。普通にね。お母さんって言っちゃうけどごめん。ベストソーダ。ベストソーダ。はい。どんな花だった？うん。解散するんだ。です。あ、もうそんなの。あ、意外とそんなもん。いや、まあ解散するんだってテンションで、まあその後がね、あんたこれからどうすんのって心配されてる俺は。まあそうなるか。今のところ母親の立場から言えば心配されておりますけどね。あんたこれからどうすんのだよ。しかもね、このまあラジオの放送が終了するというのは、母親にも伝えております。なんでよお前。これはね、しゃあないよ。これはもう伝えておりますんでね。はい。で、その伝えた反応は本当にあんたもうそろそろ就職した方がいいんじゃないのっていう感じでした、ね。なるほどそっか、もう30だしな。まあな、年齢的なものもあるかもしれないですけど、そうだな、まだちょっと諦めたくないか。ちょっと諦めたくないですねせっかくなアタック25にも出たのに出れてんですから。まあね、まあでも今ってもういろいろ活動の仕方とかもあるからね。ネットとかもあるし、そうそうそう、必ずしも事務所に所属してとかも関係なくなっちゃってきてるからね、うん、そうですね、そういったルッチってやつがいますからね。ルッチもいますしね、うん、しそれこそフワちゃんだってさ、うん、芸人事務所辞めて YouTuber になってからあんなしてテレビで引っ張りだこになってるわけだから、そうですね、事務所じゃない、必ずしもその芸人っていう形だけじゃないからね、うん、まあなんか今完全にお前が辞める方向で話進めちゃってるけど、辞めないよまだ一応一応辞めないっすよまだメイキングひなさんも来てます。 ありがとうございます、はい、こんにちは。2人のゆるいトーク好きだったのにな、残念、寂しいなということでありがとうございますね。ちょっといい提案がいただきましたけど、メルボルンリーダーさんから、浮舟の2人でズケランさんに手紙をというね、毎回ベストソーダさんのねコーナーではおなじみのズケランさん、全く顔も面識のない、見たことないんですけども、はい、毎週聞いてるよっていう方がいるんですけどね、長谷川さんがね、もうこうなったら妹入れて兄弟で漫才するのどないだって言ってるんですけど、うん、これね、不思議なことにね、ベストソーダも同じこと言ってるんですよあんた妹と組んだ方がいいんじゃないって言われてるんですけどね兄弟漫才だ、まあいいとは思うんですけど、まあ、向こうがやる気ないしね、絶対なそうやりたくないだろうし、ね、芸人なんてね、カチッと SKE48 さん、こんばんはにと、はい、あれ我々初めてじゃないですか。いや、あったことあります？ちょっと待って、俺のとこまだ反映してないからどんどんいかんでお前、ああごめんなさいキュウリ串川市の俺さんがお久しわにということでね、お久しわに、はい、そうか、先々進んじゃダメか、うん、でもそう、今年何があったかのトピックス、あ、そうだ、俺は言ってたけども、そちらが俺もう一番でかいのやっぱもう加藤の嫁の乱だよねっていう、加藤の嫁の乱、加藤の嫁の乱、このラジオをお聞きの方はもう何人かもうあってなってるかもしれんけど、僕のバイト先のそうだそうだ、まあお客さんなんですよ、カラオケの、もう定期的に聞きたかったこれもねえ、残念ながらもうちなみに先月のオリジンライブの日に来てたらしい。え、ライブに、うん、お店に、お店がびっくりした、ライブに来てたらどうしようと思った今。あれね、加藤の嫁というのはね、まあ簡単に説明しますと、自称ジャニーズのグループニュースに所属してる加藤茂明さんの「私は嫁です」という方が僕のバイト先にお顔を出されるんですけども、その方がなかなかすごい方でね、僕らになぜ加藤と連絡が取れないんだとかね、このカラオケ屋さんはうちの加藤が CM 曲を歌ってるんだからとか、なんかすごい陰ながら加藤を支えたいから、私をここで働かせてくださいっていう、ちょっともう設定がすごい人、すごい人だった、加藤、通称加藤の嫁という、もうなかなかちょっとすごい方で、すごいですよこれ、この人菅田将暉さんの親戚で佐藤健と友達っていうねすごい設定も加わってますから本当ですよ。そんな中、加藤茂明さん、直木賞候補に上がってます。そうなんですよねえ、次加藤の嫁さんあったらもうおめでとうございますって言っとこうか、言おうもこれは受賞、今年一番のやっぱでかい出来事もこの人しかいないのよ、もうね、インパクトが強すぎてよ、だってこれまでの振りが効いてる中で最後に直木賞候補だもんな、12月に入ってすげえよと思って、もう本当だとしたらすごい人の嫁だけどな、加藤の嫁ね。でも今後なんかライブとかで、まあエピソードトークとかなんかフリートークの企画とかもあるさ、そういうのでもし今後またなんか更新することがあればお話ができたらね、お話しますけど、ということなんですけども、ちょっともうまあ早いですけど、ちょっとメールを紹介していきましょうかね、どんどん、はい、来てるので、はい、では参りたいと思います。はい、メールか、ちょっとあれですね、はいわかりました、読みます、浮舟サムナラ浮舟月曜日オリジンチャンプルーめちゃくちゃ面白いかったよ2人ともピンで頑張って、はい、寿1回でいいから須田郎と漫才みたいな浮舟サムナラシーゲーでした。シーゲーでした。浮舟だーは今日浮舟だーがなかったです。シーゲーさんだった。シーゲーさんがちょっと寂しいのかわかんないですけど、今日浮舟だーを言ってくれませんでしたね。そっちが寂しいな。ねえ最後聞きたかったな。そうですね、浮舟だー了解ですって送っとこうかな。メール返しとこうかな。須田郎と漫才みたいなって書いてるけどああ、それちょっと見てみたいではある。マジですか。どういう感じのネタになるかということですか。いやそれは知らんけど知らないちょっと俺からアイデアをいただこうとしてればいやいや、それはもうあの人を操れる自信がないので。いや、お前が操ってもらうんだよ。いや、あの人に操られたくもないので別になんか2人が頑張ってお互いを操ろうとしてる様を見たい。あれね、俺とワニ状態、ワニ先生と同じ状態ですね。スシローって言ってなかった。須田郎って言ってた、ちゃんと。あの人もう混同すんだよな、スシローと須田郎が。いいかもね、オリジンに入った新人のね、ピンの方で32歳。そう、俺の1個上。今32、今32か。じゃあ2個上だ。2個上のお前の先を行く童貞さんです。そうですね。でも僕がね、もしかしたらね、卒業する可能性だってあるわけですから。まあなんか気持ち悪いけど 今のちょっとそわそわの仕方気持ち悪かったけどはい、まあ、知れませんけど、頑張ってくださいということで、そうだね、寿のそういうなんか進捗も聞けなくなっちゃうね。聞けなくなっちゃうんですね。まあね、ここで言うんだったら、まあライブに来てくださいって言いたいですけどね、正直。まあお話しする機会があるかもしれないから、ライブで。まあそうだな。ね、振られてあ、振られてって、話を振られてって話よ。ややこしかった今今のは俺は悪かった。俺のことだから振られる前提で話するだろうなと思ったけどさ、確かに。ではちょっとメールもう一件紹介しようかな。じゃあ今日めっちゃ来てる。結構最終回っていいね、いいねってよくいいのかわかんないけど、みんながあったかいね。ではいきます。このじゃが姉さんで。じゃが姉さんです。はい。ここに書くことが思いつかない社長こと寿さん。どういうこと？ここに書くことが思いつかない。ヤンビーさんじゃなかったら絶対声かけないルックス、ヤンビーさん。こんにちは、アロハ。アロハ。鼻ムズムズじゃがねえです。鼻炎かな。わかる、俺も先週だった。昨日は家族が鬼滅の刃を見てました。確かに笑いの要素が多かったのですが、映画の結末を家族が言いまくるので、冷めちゃってもう見ることはないなと思いました。あ、見てなかったんだ。映画ね、映画の前の話ですからね、あれね。で、あと、マジラブはすごいですね。そうですね、すごかったですね。何気に最終回なこの番組は最初の2回ぐらいと最後の2回ぐらいしか聞いてませんが、とても楽しかったです。また会う日までですね。じゃあもう神回4回と当たってんだね。神回4回ですね。神回4回と当たってる。で、ちなみにライブ見られないかもしれません。あら、ガーンということで。でもまあ配信があるからね。配信ね。まだね、チャンスはあるよ。オリジンコーポレーションに問い合わせていただければわかるかなと思います。公式 LINE とかでいけないかな。公式 LINE でもいけるんじゃないかな。そう。問い合わせはね。配信で見ればなんかアーカイブにちょっと1週間ぐらい見れるのかあれ。はい。まあそうね、1週間アーカイブも見れる。はい。あと水曜には報告しましたが、県外の大学に合格しました。おお。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあね、新たなスタートです。お互い頑張りましょう。ということで、しんみりせずに放送頑張ってください。ではではということでね。いいね。最後にこんないい報告聞けたら嬉しいですわ。早いんじゃない？じゃあ12月でもう決まったってこと。ねえ。もうあと遊び放題だ。おお。あ、違うか、なんか課題が来んのか。まあそうね。なんかしら課題は来んのか一応。でももう気持ち楽だよな、もうこれ。ちょっとじゃあもうおめでとうの意味を込めて今日乱発しときましょうかね。もう行っちゃっても。はい。じゃが姉さんに、じゃが姉さんのハートに寿パンチ、おめでとう。おめでとうございますよ。いや、めでたいね、これは。ああ、寿です、これは本当に。本当に寿だ。本当に寿なことでございますからね。皆さんも元気で頑張っていきましょうよということでね。よかった。よかった。はい、あと1件ちょっとメールがあるんですけど、一旦 CM いきましょうかね。あ、はい、いきますか。はい。ではメールの方もまだまだもう送ってください。もうぜひぜひよろしくお願いしますね。はい、メールアドレスはorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です。三日月マンハッタンのウチナーグチナウ。今日のウチナーグチはこちら。イロマンチャー、イロマンチャー。この言葉はカラフルという意味です。はい、じゃあまたよし君。はい。じゃあ今度のオムニバスのレコーディングいくよ。じゃあまずは1曲目ね。はい。3、2、1スタート。イロマンチャの中を走り抜けてくイロマンチャのポルシェ。はい、オッケー。オリジナル曲みたいになってますけどね。はい、じゃあ次の曲3、2、1スタート。人生イロマンチャ、男もイロマンチャ、ファファファ、女だってイロマンチャ、ファ。ファ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 。オッケー、オッケーですよ。お疲れ様です。オッケー。いい感じでしたね。よかったよ。じゃああなたも一緒にイロマンチャのリンゴに唇を寄せて。さあおい。はいはい、すみません、失礼しました。ちょっとね、はい。取り込んでましたけども、あと1件じゃメールをご紹介したいと思います。はい、イロマンチャー。はい、こちらが、はい、スージーさんのスナックの店員ネタ、超面白いですよね。ツイッターにも上がってたかな、確か。はい、私もスージーさんは30歳ぐらいだと思ってました。寿さん、ヤンミーさん、ゆきうねさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。これからも応援しています。はい、ラジオネーム食安です。あ、食安さん。食安さんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。職安さんにもお世話になりました。ね、本当に。動画面白いって言ってくれたりしたし。もうありがたいですね、本当に。覚えてますよ、嬉しいことは大体。はい。嫌なこともめっちゃ覚えてるけど。まあまあ、嫌なこともありましたけどさ。まあ、職安さんに関するってことではないですよ。多分、大部分は俺でしょうね。あ、そっちじゃない、そっちじゃない。そっちでもないな。あ、そっちでもない。ごめんなさい。すごいね、メールがすごい来てるね、今日は。はい、すごい来てるんですけども。藤井さんのね。本日は。はい。ベストソーダのコーナーをどうしようかと僕考えてまして、あ、ね、普通に送られては来てないの？はい、メールは、はい、来てはおりません。なんと最終回で、最終回なんですけども、ちょっとメルボルンさんどうします？メルボルンさん楽しみにしてたでしょう。うわ、どうするメルボルンさん。はい、ここでですね、はい、ある方にお電話をつなぎたいと思います。ある方に。はい。ちょっと大丈夫かな。はい。聞こえてますか。はい。あ、もうつないでんの今。つないでますけど。はい。どうでしょう。どうでしょうか。もしもし。もしもし、聞こえます。はい、全く聞こえてないですね。あ、聞こえます。ズケランさんです。あ、すみません。まずはお電話口の方のお名前をお願いします。ベストソーダです。ベストソーダです。なんとベストソーダです。生電話でお電話つないでおります。ベストソーダ。はい。ズケランさんもいます。ズケランさんいますか？はい。あ、ズケランさんですか？うん。あ、ズケランさん。ちょっと初めまして。ごめん、思ってたより結構かなり声だ。すごいな。はい、初めましてズケランさん。寿パンチです。めっちゃ嬉しそうよ。嬉しそうですね。お、こんなに。はいはい。番組が終わるので寂しいです。そうですよね。申し訳ないです本当に。はい。毎回楽しみにしていただけたんですよ。ズケランさん、僕らのラジオの一番のファンですからね。そうですね。毎週聞いてくれてるということで。毎回聞いてくれたんですよ。ベストソーダさんがね、毎回。はい。あ、ズケランさんですか？はい。わあ。ズーケランさん、一応僕らのラジオもよく聞いてくれたということなんですけど、はい、たまに竹中智香さんのバルーンの方に浮気してるという話を聞いたんですけどもまあらしいですね。どうですか？ちょこちょこ聞きますけどあちらも聞いてるという話を聞いてますよなんか喋りそうで喋らないな。喋りそうで喋ってくれないですね。なんだろう、これ繋がってますよね。聞こえてますよね、ちゃんと。ベストソーダさん。はい。あ、だから終わるんですけど、僕のラジオが。僕のラジオがって言っちゃった。私物化しすぎた。おい。ズケランさんが寂しいって言ってます。あ、寂しいですね。ね、ベストソーダも聞いてくれたので。聞いてくれましたのでね、はい、最後にズケランさんにパンチお願いします。あ、そうだね、直ですね。はい、じゃあ直接ズケランさんに。なんだあパンチ、うわやった。逆パンチいただきました。うわ嬉しいいやもうお前これ お返しだろ。これはもう、じゃあズケランさん聞こえてます？じゃあ私からも最後にお届けしますね。はい、聞いててくださいね。いきますよ。いきなさいよ。はい。ズケランさんのハートに寿パンチ。はい、ありがとうございます。ああもう一緒にパンチしてくれました今。最後の最後でね。最後の最後で、じゃベストソーダからもちょっと一言いただきたいんですけども。まあなんかある？あります？お母さん。ベストソーダさん。ベストソーダさん。まあもう今回で終わりですけど。終わりということですけど、僕ら。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ね、ちょっとコンビも解散になっちゃったんだけど。はい。まあこれからまあでもそう、ベストソーダもねライブに来てくれるらしいです。あ、そっか。うん。来てくれるんだ最後。はい。ぜひね俺らの最後の漫才で笑ってくれたらはい嬉しいと思うのでよろしくお願いします。お願いします。ズケランさんもお元気でありがとうございます。本当にありがとうございました。でははい、それでは失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうということで最後いただきましたよ。はい、まさかの最後サプライズゲストというか、サプライズゲストで、はい、ズケランさんを、はい、登場させていただきましたよ。初めてお会いしましたね。お会いというか、まあ、お声だけでも。お声だけ。はい。ましたね。いやー、もう、あ、すごい感慨深くなりました、今。ね。うん。こんなに。割と初回の方から。ね。名前だけは聞いてたけど、そうそうそう、最後お前逆にパンチしてもらっちゃって、ああもうだから俺初めてかもしれない。俺にファンみたいなのがいるっていう、うん、ファンみたいなのがというか、まあ俺みたいな人間にっていうかね。いやもう本当に申し訳ない。はい、まあこれからまあそれぞれでね頑張っていければなと思いますけども、はい、最後にですねちょっとメールも届いておりますので、はい、はい、ご紹介したいと思います。ありがとうございます。離れた。お浮き船だ改めましてじゃないのよシーゲーでした。はい。以上。おい。そんな後付けで。以上です。そんな後付けで別にいいよ。最後の最後でした。はい。ありがとうございます。いやーね、本当嬉しいですね。でもね、こういう風に楽しみに聞いてくれた方いらっしゃったということで。はい。あ、万代さんからもなんかメールが届いてるっぽいですよ。あ、本当ですか。ちょっと探しますね。メールしましたが届いてませんかということで。ちょっと届いてないみたいなんですけど、ギリギリまでちょっと待ちましょう。これはもうはい、はい、まだまだ時間はあるのでね。はい、まだ時間ありますから。もうちょっとで終わるぜ。もうちょっとで僕らのはい時間が終わってしまいますけども。はい。いやーもうなんかすげえ俺泣きそうだわ。泣けばいいやし、俺引いとくから。引くなよ、お前だって終わるんだぞ。いや本当に素晴らしい人たちだ。もういろいろ差し入れとかもいただいたしね、万代さんとかは。うん、ケーキとかも。あ、しかもな、ギャラリーにも来てくれてる。あれ、こうたくんもいる。あ、本当だ。こうたくん。指さしてる指さしてる。そう、今日ギャラリーに女子3人もいるからね。女子3人組もねずっとなんか奥の方で TikTok っぽいの撮ってるんで、ずっとなんか俺らに背を向けてずっとなんか撮ってんなと思って、女子が外でどっちなんだろうなと思った。俺邪魔しに来たのかと思ったけど、邪魔はしてないよ別に。応援しに来てくれたのか取りに来たのかなんだろうな、この形ちょっとよく分かんなかったですけど、でも見に来てくれたってことでいいですか、どうですかね。うん、ちょっと違うっぽいな、違うっぽいなどうだろうな、なんか違うっぽいですな。ちょっとギリギリまで待ってるんですけども、ちょっと万代さんのメールが受信できてないです。あら、どこに届いてるんだろう。どっかに読みたいっす、ご紹介したいっす。さあ、うん、読まれてた、ごめんなさい、じゃが姉さんのメールですね。はいはい、じゃが姉さんのメール読んでた時、ちょっとじゃが姉さん聞けてなかったみたいですね。あ、本当？ということは私が先ほどお届けしたことぶきパンチ届いてなかったってことですかね。あれあれ届いてないの悲しいはい、あ、はいはいはい、あ、来ましたよ。あ、来た。あ、これはですね、万代さんではないです。なんだっ万代さんではないんですけども、まああの方からの嬉しいメールかと思いますので、はい、お読みいたしましょう。はい、ちょっとその前にいいか、はいはい、万代さんからちょっとリクエストが来てんだけど。何ですか。ヤンビーさん、無茶ぶりですがやな万代やをお願いしますとメールしましたというこれをメールしたという。なるほど、ね、他には特にないんだ。ない他になんかメッセージとかなかったのかな多分。ただ万代さんこれ過去にも2回ぐらい届かなかったことあるんで、今回も届かないでしょうちょっとその点についてやな万代やをお願いしていいですか。じゃあ、いやもう万代さん3回以上、いや2回目かな、メール届かないってやな万代やありがとうございますということで、じゃ最後ね、ちょっとこれを読ませていただきたいと思いますので、はい、これで読んだらもう終了ということで、行かせていただきます。いきますよ。はい、寿パンチの皆さん、はい、ヤンビー、はい、大城くまさん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。旧具志川市の俺、略して旧具志川市の俺です。はい、いつくなったら略すのかなもうさて、かなり意外かもしれませんが、はい、旧具志川市は一足お先に先っぽがぬるぬるです。あ、もうまんまだな。にり、さて、霜っぽい話はこれくらいにして。あ、本当に今日は朝から寒いですね。本当に寒い。いや、そうでもないですね。どっち。さて、そんなことより、はい、今日でオリジンチャンプルーが今年最後らしいですね。はい、にり、しかも浮舟の2人が最後のラジオらしいですねなんかちょっと曖昧なのそこやっと先週末コンビ名を覚えたのにテンションあれです。いや遅いな。いやテンションあれです。分かった分かったもう二度とメディアで見ることもないんですね。そんなことないよ。いや各々で見るよ。もう二度とメディアで見ることもないんですね押すな寂しい限りです。はい、これからは劇団オゼとして頑張るそうです。なんでよ誰が入るって言った。どっちが劇団でどっちが尾瀬になるんですか。あ、コンビ名が改名するってことそれともどっちが劇団でどっちが尾瀬になるんですか。もう重複が多いなこの人、さて前置きはこのくらいにして、もう長い。今日は久しぶりに FM 那覇に行きました。はい、もちろん車で行きました。ああ、そうですかオリジンアワー別邸の収録中に行ったのですが、はい、浮舟が最後の放送なら帰らずに待っておけばよかったと思いました。ああ、そっか、知らなかった。ちょっともう告知も遅かったかな。皆さんは下半身を洗うことは少ないと思いますが、めっちゃ洗うよ。いつもどこから洗いますか。しこたま洗うよ特に興味はないので答えても答えなくてもどっちでもいいです。はい、いやどっちでもいいです。はいさて、メール短めですが長えよ。お仕事がクソ忙しいのでこの辺で。いや本当にありがとうございます。 PS 浮舟圧力での解散らしいですがとりあえず頑張ってねここからのはい、旧具志川市の俺でしたかっこいなり寿司ということで、はいはい、メールの方がすべて終了しました。終了というかもう本当に最後のメールですよ。ありがとうございます。最後のメールをお届けいただきましてありがとうございました。本当にもうツイキャスの方もね、はい、ツイキャスの方もあれですか、いっぱい来てますしね。あ、リアクションも届いてますかね、ごじいさん。はい、じゃあはい、この辺でそろそろ失礼したいと思います。はい、本当にもう今週土曜日のオリジンライブでもう最後の浮世で漫才になりますので、ぜひよろしくお願いいたしますということで、はい、まあ配信もあるんですけど、俺の YouTube 配信はまあおのおので調べてください。今回ライブの方が重要かと思いますので、はい、コンビの最後の仕事なんで、ではまたお会いできる日がありましたら皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、では最後の挨拶いきます。お届けいたしましたお相手は浮舟のヤンビーと寿パンチでした。どうもありがとうございました。ありがとう。